ま京都からの配信ですが、ちょっと撮影がですね、もう終わりましてですね、仕事がね、で、ここからちょっとせっかくなんで、京都の鉄道の博物館に行こうと思います。で、ここが一応京都駅の付近ですね。今歩いてます。私はここに向かっている梅小路公園かな。はい、今公園のところに来ましたけど、ここから鉄道博物館まであと歩いて10分ほどかかるみたいですね。もうね、相変わらず京都っていうのもね、暑いんですね。まあ、例年に比べるとまだ涼しい気はしますけれども、やはりこの間の冬季よりかは暑いような気がします。まああれですよね、盆地ですもんね。周り見てると本当にどこ見ても山が見えてるので、まあこういう天気っていうのはね当然かなと思うんですが、暑いは暑い。あと10分頑張ります。中に何か冷たいコーヒーでも売ってないかな、あるといいな。ちなみにコインは結構気持ちいい。あ、これさ、もう鉄道ファンのためのパラダイスな気がするんですけど、ここにね、これ京都駅からの路線ですけど、でベンチあるでしょ。ここに座れば電車ずっと見ていられる。ちょっと私も一回座ってみようかなこれ面白そう。そう、ベンチここにあるんですけど、3つもある、人いないね。で、ここが線路。ほう、近いですね。こんな公園見たことがないね。じゃあ電車1本だけでも待とうかな。ここで新幹線と、はい、在来線どっちも通ってます。1本だけって言いましたけど、もう3本ほど見ました。新幹線含めると4本ほど。あの、本当にね、ここ気持ちいい。暑いけどここまで日陰になってるのでね。あとここだったら顔がすごい綺麗に映るからいいんですね。メイクはもう今日の撮影のままで落としてないんですね、可愛かったから。このままでね、部屋もすごいことになってるんですけど、これでちょっと博物館にね行こうと思います。じゃあここ気持ちいいんですけど、あ、新幹線通ってる。あー、新幹線通ってる通ってる。SK じゃないんですね。はい、じゃあ行ってこようかな。あ、短い。これ何線なんだろう。さっきすごい長いのが通ったから大阪にでも向かってるのかなって思いましたけど、これ短い。後でちょっと線路をもう一回見てみようじゃあ行ってきます。行く前に徹子が喜ぶ場所ね、もう一箇所あるんですよね、この辺に。で、それを見てから行こうと思います。はい、市電広場、ここです。気になる場所はね、ここに前のですね、まあ、路面電車だと思うんですけど置いてあるんですよね。で、自由に中に入ることもできてですね、中がカフェになったりとか、まあ、こちらはそうですね、飲食店になってるんですけど、なんかいろいろね、ポップコーンとかビールとか、いろんな、あとソフトドリンクとか売ってるんですけど、隣はそう無料休憩所でですね、なかなかね人が入らないんですけど、入っていいかなって一瞬悩んだんですけど、はい、私もはい入ってみます。中ですね、なかなか立派ですね。本当にそのまま残っているから。はい、京都の市電の中に入りました。なんか私しかいなくてすごい静かでね、あまり喋れないんですけど、喋りますけどなんか恥ずかしいね。で、ここは無料休憩所になってるけど、中がね暑い。あの、入ったらすぐに汗がびしゃ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 、はあ、でも面白い、こうやってね。床がね木製なんですよね、すごい。こんな感じでね、涼しかったら最高だったのにね。じゃあ行きますか。よいしょ。
で、こんな乗り場もありましたけど、ここってたまに走ったりするのかな？はい、で、博物館がやっと近づいてきましたね。はい、ここです。はい、無事に入りました。当日券でね、人がいません。人がいるにしてもなんか多分中だと思うんですけど、ここには誰もいません。本当にこの入り口のところはね、多分ですね、普段だったらこんなんじゃないので、まあちょっとある意味ラッキーなのかもしれないですよね。今の時期にね、来ることができて。私は本当に何があるか全く知りません。それはずっとです。その方が楽しみ増えるからね。だからちょっと今から本当に自分自身で散策をしようと思います。できまーす。ここ、色かわいいね。この電車は何だろう？なんか説明あった。ちょっと見てみまーす。日本発音の超大編成電車、先頭車。なるほど。で、クハちゃんだ。はいはいはい。何よりね、色が好きだし、女の子っぽいところそういう時出るよね。何なのかというよりもデザインとか。ほんと可愛くないですか、この子。可愛いと思う。機関車だ。うん。あ、すごい、後ろにもいっぱい並んでる。っていうのも、その人がいないのは本当最高です。もう誰もいない。貸し切りです。めちゃめちゃ貸し切りです。セトリーから。あ、寝台置いてあるやん。入れるかな？入れない気がするけど。車内には入りたきません。なるほど。文化祭だからだって。で、ここが。二等寝台。ここも入りたいけど、ここも入れないね。少しでも中見えるかな？見えてほしいんですけど。あれ？普通の席に見えますね。ね。こんな感じですね。これが寝台になるのか。どんな感じなんだろう。私が映ってまーす。映ってまーす。一等寝台。ここはさすが豪華ですね。なんか中がね、洗面台とか見えてますね。すごい部屋みたい。これ乗ってみたかったね。寿司って何？あと虫がいるね。寿司に虫。ほら、かわいい。虫さん、何をしてる？はやぶさ？え、これもしかして青森に走ったりしたとか？すごい。青だし。お弁当屋さんですけど、やっていないね。腹ペコから満腹に。でもこれ見ると逆もありるってことですよね。満腹から腹ペコ。なるほど。そっか。私の好きな線路の電車もありました。タラランタンタン。見えますか？見えないか？大阪環状線ね。ホームで並ぶときに昔、どうやって並ぶのってわけわかんなかったんですけど、最近は知恵が増えてね、やっと乗り方わかりました。ホームの三角と丸の違いでね。お、これはしかも入れますね。普通になんか、発車しそうな感じするんですけど。不思議。なんか、普通の電車ですね。まあ、少し古いんですけど、でも外装が今のとあんまり変わらないね。すごい似てる。色がね。そして、相変わらず人はいません。おー、すごい。もっとたくさんの電車が見えました。本館だ。そっか。これはまだ導入だったんですね、この辺りってね。では、本館に入ります。涼しい。わあ、涼しい。
いやー、ここやっぱりパラダイスですね。しかも今静かだし、キティちゃんの新幹線の方めっちゃピンクですね。あとね、隣も面白い。結構博多新大阪、これ何時間くらいかかったんでしょうね。昔はね、結構1日ぐらいかかってそう。で、隣は大腸。大腸さん、君はどこからどこまでの電車なんでしょうか。この子ね、お顔が可愛い。昔はこういう通りだったんですね。富士じゃない。個人的に気に入ったのがですね、こちらのコーナーです。これって今の駅にはないんですよね。子どもの楽しみっていう、まあこれ大人でも楽しむんじゃないかなと思っていて、私この時代の日本に住んだことないのに、なんとなく懐かしい気分になりました。そう、昭和の駅ね。ちょっと中にも入ってみます。はい、ここは昔の改札なんですね。で、中に入ってみると本当に本物の駅みたいになっていて、まあ、この電車に乗れば今すぐにでもね、これが発車するんじゃないかなって思うぐらいです。本当にね、あと駅の看板もね、ちゃんとあってね、はい、昭和の駅っていうことでね、これなかなか可愛いんですよね。大正と平成もあってね。ちょっと衣装にポージングしました。不思議ですよね。私昭和の日本見たことないのに、こういう昭和っぽいもの見ると、あ、これ昭和っぽいねってめっちゃ思うんですよね。何なんでしょうね、これって。すごい不思議な感覚なんですけど、ここ本当面白い。ちゃんと駅の中にいるような感じ。電車の中もちゃんとこうやって見えて。でさっきリアル電車の音も聞こえたりして、すごい面白かった。あとは、改造した新幹線もありますね。ちょうど私の後ろ。中なんか広そうですよね、すごい。うん、窓も入れないか。なんか入れない電車がね、多いんですけど。ここって大宮のより広いのかな。全然わかんなくて、どれくらい時間かかるかも全然わかんなくて。はい、今一応外に出たんですけど、おー、なんかめちゃ面白い車走ってる。うーん、あー、もう見えなかったね。はい、外はここに線路があって、で普通の線路とつながってるんですよね、あそこ。これはどういうことなんでしょうか。これってもう使われないと思うんですけど、電車運ぶために使ったのかな。そうかな。あー、暑い。はい、ということで中に戻りましょう。でここに置いてある電車もあるんですけど、トワイライトエクスプレスと、もう一個はちょっとわからないですね。何でしょう。はい、この子と、この子ね。特急日本海青森行き。ここも寝台なんですね。これはもしかして昔の駅にあったってことでしょうか。こんにちは、こんにちは。あ、服が雑ですね。はい、すいません。で、トワイライトの中がめっちゃ豪華ですごいですね、これ。あー、この中で食事食べたい。絶対美味しい、電車の中で食べた食事はね。だって新幹線の中で食べる食事って別格でしょ、美味しさがね。そう、そういうことですよね、やっぱり。お庭もあるね、今私の目の前にね。
ではでは、また中に入ってちょっと2階に行ってみたいと思います。はい、信号コーナーに来ましたけど、すごい囲まれてる。近くで見ると信号ってね、こんなにも大きいんだ。すごい。近づくとね、もう私の頭の何個分なんでしょうか。めちゃくちゃ大きいです。すごい。こんな感じです。結構パラダイスにいる感じですね。あとここ照明がいいね。顔が暗くならない。あ、変わった。この上の寝具一番気になるね。これすごいんだけど形が。ちょっと運転してみようかな。全然やり方わかんないけどね。これ本物の駅の看板なんですよね。これすごい私気に入りました。駅名表って言うんだ、こういうのって。知らなかった。駅の看板って呼んでた。ね、これが本物の時刻表ですよね。これは京都駅なのかな。これ面白かった。そしてあるものを発見しましたよ。私の大好きな、はい、阪急のコーナーありました。で、隣に京阪もあるね。京阪も大好き。あとは阪神もあるんですね。あと近鉄と南海、全部乗ったことある。なんか面白いね、これで私鉄が来るのも。あとはこちらも面白かったんですけど、電車のプレートですよね。で、気になったのが、この特急四国って何なんですか。プチ阪急も可愛い。ここにね、シミュレーションができるんですけど、で、実はやってみたい。ただもう受付が終了してしまったので、まあ、これは別の機会にしようかなと思うんですけど、中にいる人がめちゃめちゃ羨ましいです。あー、私も行きたかったわ。これすげえな。これ時間通りに、てかもうちょっと早めに来たらね、ここの映画っていうかこれが動いてるの見れたんですけど、まあ残念ながら仕事がありということでね、時間は決められなかったんですけど、これ見たかった。シミュレーションもしたかった。いやー、もう一度来るしかない。あとここすごい質高いんですよね。後ろの景色が立体的で、すごい。もう街ができとる。あ、駅だ。すごい。今3階のデッキに来てます。ここは本当に最高です。暑い以外はですね。で、ここは今本当に人がいなくて貸し切り状態 で何よりも素晴らしいのがやはりですね、京都らしい景色にプラス電車がすごく走ってます。さっきね、いろんな方向からね、同時に4本ぐらい電車来ててびっくりしました。しかもそのうちの1本が新幹線だったりして、こんな景色って見れるんだって、はい、感動しました。で、今日の感想としてはですね、まあ、ここの京都の鉄道博物館はね、本当にすごいです。いろいろ揃ってますし、まあ自分がね、まだ本当に鉄子になりたいって言ってもね、まだそんな知識ない人なので、一部評価できない、ね、知識ないゆえに評価できないところもあるかもしれないんですけど、でもね、やっぱりそれだけで楽しいし、このデッキとかなんかも最高ですし、あと個人的な感想としては、まあ、こっちの方が大宮よりかは結構大きいんじゃないかなと思います。で、今日はですね、まあ、京都での仕事帰りに来たので、この営業時間内にはね、来れたんですけど、シミュレーションとか SL 車とかそういったようなものは受付がすでに終わってしまっています。結構終わるのが早いわけなんですね。で、この博物館でやっぱりちょっとやりこぼしたことね、あるので、また今度来て、まあ、関西は幸いなことにね、来ることは比較的に頻繁にあるので、次来た時にここで1日ぐらい過ごそうかなと思います。まあ、勉強がてらという感じですかね。あ、楽しかった。
で、動画は多分そんなには長くないんですけど、現実と比べるとね、実際はだいたい1時間半ほど回ったんですね。そうなんです、いつの間にそんな時間経ったのと思うんですけど、で今時刻は5時ですね。で、これからの私の予定を言いますとですね、私がどうしても近江牛が食べたくて、今から一瞬だけですが東京に帰る前にちょっと大津市で夕食だけ食べて帰ろうかなと思います。でもそれはもうまた別の動画にしたいと思います。あ、電車の音聞こえてますか？落ち着くね。はい、で今日の動画を終わらせる前に、私は皆さんにあることを告白しないといけないんですけど、私はい、なんとですね、告白を取ろうとしたら急に案内が流れて、こちらのですね、お土産ショップが5時半に閉まるとのことで、結構日本語でも英語でも案内流れたんですけど、はい、それでは告白したいことっていうのはですね、私実は東日本の在来線よりも西日本の在来線の方が好きです。私鉄に関してもそうです。なぜか分かりませんけど、関西の私鉄と関西の JR の方が、はい、好きで、もっと乗りたいです。関西に住んでる時は、ね、非常に貧乏な学生でですね、普通に週末に出かけること自体もあんまりね楽じゃなかったんですけど、まあ、今ね在来線ぐらいだったら乗れるようにはなったので、今度また来た時にちょっと在来線自体もね、もうちょっと乗ろうと思います。結構ね未知な世界がね結構あるんですね、まだこの辺ではね。はい、では今日の動画を終わりにしたいと思います。今日の動画はいかがでしたでしょうか？気に入りましたでしょうか？今日は本当にパパッと撮ったんですけれども、少しでもね皆さんが楽しんでいただければ嬉しいです。最後まで見てくださって本当にありがとうございました。ぜひチャンネル登録といいねボタンお願いします。電車の音聞こえるね。ではまた次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。眩しい。